の大東鶴見インターで3キロの渋滞です。掲示板バスは滋賀方面に向かう上りが宇治トンネルで1キロ半の渋滞です。代わって阪神高速道路の状況です。16号大阪高線は大規模な工事の影響で西行きの天沢線通り、東大阪線に伸びて9キロ、堀口線に伸びて7キロの渋滞です。6号大和川線は三宅方面からの西行きが三宝ジャンクションで2キロの渋滞です。4号湾岸線の南港方面に向かう北行きは大幅で10キロの渋滞です。以上、道路交通情報でした。武藤さん、ありがとうございました。続いて鉄道です。阪急電鉄は人身事故の影響で京都線、千里線全線で運転を見合わせています。運転再開は7時の予定でしたが、7時30分ごろ、7時半ごろに変更となっています。ご利用の方はご注意ください。次の交通情報は7時45分ごろお伝えします。以上、 ABC 交通情報でした。私はダイワマンだ。あなたの暮らしとあなたの未来を見守っている。ダイワマンは戦わない。ただひたすらあなたを守り続ける。あなたのことがとても大切だから。今日も仕事を終えたダイワマンはもちろん、ダイワハウスへ帰るのだ。ダイワね。シーズン2スタート。おはようパーソナリティ。おはようパーソナリティ、古川雅樹です。3月11日土曜日に開催される背景おふくろ朗読会のオンライン配信チケットが好評発売中。こうやって手を突っ込んで、ほら、うわぁ、ザリガニ。当日のライブ中継はもちろん、期間中いつでもどこでも何度でも見ることができる見逃しサービスもあります。お母ちゃん、何してくれたんじゃ。野球部タイムじゃ。勝手なことするな。当たり前じゃろ。毎日毎日ご飯も食べられんくらい疲れて。チケットピア、もしくはオハパソホームページをチェックしてください。というわけで、そうなんです、3月11日土曜日に行われます ABC ラジオ背景おふくろ朗読会のお知らせです。改めてこう音源を聞きますと、なんか緊張してきた。なんか壮大な感じが私はしました。あら、そう、自分たちで言っちゃう。そんな客観的に聞くとこれはすごいちゃんとドラマになってると思って。いや、そりゃそうよ。その場では必死すぎて。あ、でもそうね、はい、ちゃんとこういう聞き直しながら練習しましょうか。一回ね、録音してそれを聞いてみたいな、こうそういう練習もありかもしれないね。明日稽古ですからね、そんなこともしていきましょうか、はい。改めてですが、アマシンアルカイックホールオクトで行います ABC ラジオ背景おふくろ朗読会。昼の部は2時開演、夜の部6時開演となっています。現在もピア CN プレイガイドで発売中なんですけれども、そうなんです。先ほどガチさんもお知らせでお伝えしていましたが、今回の朗読会、配信がございます。ライブ配信です。で、これも発売をもう開始いたしました。ピアライブストリームという配信サービスを使って行われます。インターネットで朗読会の様子を同時中継ですよね、これ見ることができて、でその後も、はい、だから当日見られなかったとしても、3月14日の火曜日夜6時から翌週